倉氏は日本の律令官制における役所の一つ。高級十二氏の一つであり、例の制度ではその中の最上位であった。助官のみによって構成される。倉氏の職掌は、神事、石系、天皇、皇后の衣服を管理することであった。順位は、なお蔵が、肖像くらい、天蔵が十四位、手の平蔵が十七位である。この他同じ十名で構成されていた。 皇位の象徴である神事や平乱寺に重要な席系を管理する職務の重要性から、例の制度では、高級十二支の中で最も高い地位を与えられていた。しかし、天皇に近似し、内外の創生と伝染を行う内志士の権威が次第に上昇し、倉氏の職務も内志士によって次第に代行されるようになった。奈良時代から平安時代初期にかけては、 生児がナ倉を兼ねる例も多い。また三世紀は平安時代に入ると機能が低下して廃絶され、平安時代中期以後、神境は内視書のある運命殿に、神事、真剣は天皇の側近く清涼殿に置かれた。そして、倉氏は村上天皇時代に至って完全に見えなくなり、内視所に吸収された。ナオは暮氏の長官に相当する。 順位は肖像くらい。定員は一名。暮らしの機能低下により、平安時代中期には任命されなくなった。藤原坂井平井西へをはじめ、王の中茂、安倍小美名などが、正事権なお蔵に任じられている。また、聖徳天皇に禁じした、木備由りが天造からなお蔵に承認した例、純奈天皇の皇宮にあった糸口継ぎ女王がなお、蔵に任じられた例もある。 ありがとうございます。